時刻は十一時半を回りました達也藤井のシーズンズレディオメインパーサルティの藤井達也でございます東急データス戦タマプラザから徒歩一分 FM サルスイーツコムスタジオから今日もお届けしています今聴いてほしい上手な音楽がそこにあるおもとに私藤井達也がタマプラザと音楽をつなぐ音楽番組です 八十四点一メガヘルツ FM サルスにて、えー、生放送 YouTube ライブでも生放送しております FM サルスホ,ホームページトップ画面にも表示されていますそちらもチェックしてください、えー、スマートフォン無料アプリ FM プラプラで全国どこからでもご視聴可能でございますインターネットでも JCBA サイマンラジオから聞くことができますのでぜひチェックしてください えっと、今すいません読んでる時はあの音楽番組なんですけど今日ってあのほぼ音楽の話ないんですよ <laughs> なのでもう先に笑っちゃいましたすいません <laughs> ごめんなさい <laughs> まあ大体ね音楽の話は9割いつもしてると思うんですけど今日はねこの後ゲストさんいらっしゃるんですけどまあアーティストさんとかではないのでまあでもその中でいろんな音楽なんかそのねその人のまあ皆さん音楽ってこう。 何でしょうもう生きていく上で欠かせないものだったり自然とねこう身にしみたりとか効いてたりするもんだと思うんですけどそういうのに持ってこうかなとかっていろいろ考えたんですけどやめ,ます <laughs> 本当にやめます。はいうことでね、えー、その後あこのあ後楽しみにしていただければなというふうに思うんですが今日もすごくいい天気で。何か寒い寒いと思っても夜は肌寒いですけど。 やっぱ昼間暖かいですね僕とかまあパーカーこうやって着てますけどまだ <laughs> まだ半袖の人と,と,とかもいて、まあ、それはちょっと季節的になんか大丈夫かなと思ったりもしながらも、はい、見てたんですけど、まあ、まあダウンとかも着てるかダウンジャケットも着てる方もいてねまあでもちょっと風邪とかひきやすい時期なので気をつけていただければなというふうに思うんですけどもちなみにちょっとあの僕まあ前回もまあ何回も言ってますけど「ゴルフハマった」なんて言ってるじゃないですか。ちょっと小話がありまして あの、二日連続行ったんですよ先週ちょっと頑張ってみたんです体にむち打ってみてすっごく楽しかったんですけど二日目もう背中痛すぎて左の背中がもうガタきちゃってもうもうもうほんとしなっちゃうんじゃないかぐらい背中痛くてもうその日に僕生体に行かしてもらいましたそしたらあの、まあ、のまいろいろこうプロフィールというかね書くんですけどあの、僕 スポーツとか筋トレとか全然してない状態っていうのも全部先生に伝えてでこうです「体も硬いんです」なんて言ったらですね「そうですねえいきなりゴルフフルスイングされて体がびっくりしちゃってます年齢ですね」って <laughs>「年齢でした」親からもいろいろ考えたんですよなんかこう大丈夫かなとかいろいろ考えたんですけど単純に年齢で。 年齢その年齢の割にいきなり頑張ったから痛いですっていういやこれを柔らかく先生が伝えていただいたので、えー、聞いている大人の方はですねぜひとも皆さんストトレレッチととか筋トレは程よくしていいいただければなううふうに思います僕は整体の先生にそう言われましたので皆さんも一緒に筋トレストレッチをしましょう藤井達也ゴルフのためにストレッチと筋トレ頑張ります 公言明言します。はい。みんな年取ります。<laughs> いやーびっくりでした。っていうことなので、皆さん本当に気をつけてくださいね。まあ釣りとかもね。ふなこさん気をつけなきゃいけないと思う、はい。はい。あの気をつけて。な何おすすめですか筋トレは。いやまず腕立てって言われる。はい、<laughs> 腕立て。<laughs> 分かっとるわと思いないがらがちょっと営業トークであの二、ー、十20分二千円のえっ、ー、とパーソナルコースもございますで整体の先生に会ったんではいあの達也さんあの一つお,お伺いしてもいいですか、はい、ゴルフ行かれて何日間経ちました、はい、あもう三ヶ月ぐらいあじゃなくてこの間の,のあ二日間二日間のはい何日ぐらいですか<日>今今まで今まで何日前ぐらいですかそれ え、先週です。先週。あ、うん、今週か。今週ですか。今週,今週。はい、あ、じゃあもう筋トレもされている。いや、あの痛いんで動いちゃダメって言われて。<laughs> まだまだ動いちゃダメなんです、ね。はい、まだ動いちゃダメ。まだ、まだちょっと痛い。あの今ガンガン喋ってるだけで痛いんです。<laughs> <laughs> 笑うだ長くないですかちょっと長くないです,いですけど <laughs> はいまあちょっとねこの後あの絶対笑ってしまう,う,もう楽しい会話になるもうゲストさんも来てるので、えー、皆さんでも痛みを忘れて、はいただい忘れさせてくださいよろしくお願いします <laughs> ということで、まあ、ゲストさんの向かい前にですね、えー、先日うちの事務所の「曲、えー、ジャパン」の社長田中がですね結婚式を挙げまして二次会司会と。 えー、歌も歌わせていただいて、えー、そんなねウェディングソングを聴いていただければと思います。いいいいてください愛でいっぱい はい、ありがとうございます。ということでですね、今日ゲスト来ていただいてます音楽番組で、えー、笑い芸人の石井みかんさんです。どうも、松竹芸能のコメディアン、石見みかんです。お願いします。お願いいたします。お願いいたします。 え普段どんなアーティスト活動されていらっしゃいますか。いや芸人なのよ。<laughs> あ、で、ま、も、あ、一応なんかねその動画を作るアーティスティックなことはしておりますけども。<laughs> はい。一応お笑い芸人として活動する石井美たいな感ます。ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。えー、ちなみに初対面です、はい。<laughs> そうなんですよ。これ初対面一番緊張しますよね。<laughs> はい、はい。何を聞かれるんだろうっていうね。<laughs> あの <laughs>、はい、11時に玉場駅来てくださいっていう感じで連絡々作詞していただいて。はい。 で、あの十一時四十三分に着きますと。いや、ちょっと早いですね、なんて言ったら、僕も同じ電車に乗ってました。そうなんですよ。同じ電車でしょって言われて、どっかで見られてるのかな。ちょ、急に協力しましたけど。と思ったらですね、ちゃんとあの、みかん色で。すぐ分かって。まあね。ちなみに、ハロウィンにだ、き、あの、ちなんで、かぼちゃ色ではない。かぼちゃじゃないのよ。みかんね、そんなに皮硬くないから。あ、本当ですか。みかんでやっております。まあ、かぼちゃは、皮、茶色、あ、茶色じゃないです。あ、な、なにか、緑か。緑、緑。そう。 そうかまあ、まあ細かいところまで行かれたらちょっと弱いんですけどね、はい、結構ざっくりでやってるんで <laughs> いやもう今日僕、はい、さっき楽屋でもう楽しくて楽しくて俺多分今日無理かもしれないです<笑><笑>盛り上がりがラジオでしたからいやもう,もうでき <laughs> んでお願、はいできんでもうでなんでまあちょっと簡単に新美貫さんの、はい、あそうその前になんでって,って共通の知り合いがいましてそうですね共通の知り合いで僕が最近お会いさせていただいてすごくお世話になって てる方がいて、はい、その方が、はい、あの、おすすめ、おすすめ,すすめの。みかんを。<laughs> おすすめ。のみかん。あるよ。ありとみかん。プレゼントして。<laughs> まそのまま、あの、食べないで放置しようと思ったんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> 食べられてるってです今,、ね、今食べさせて,いいて今食べさせて,てちょうど皮剥いてるところ皮剥かれてる恥ずかしい <laughs> キャーまだ今ね5回ぐらい投げてます <laughs> なんかミカンって投げると甘くなるっていうそうな、ね、のモむと甘くなるって言われてるからね、うん、なので、ね、こっから皮剥かしいただていきます <laughs> 恥ずかしいわなんかもともとねあの、はい、石井さんは、はい 石井さんでいい？みかんさん。あ、みかんさんで。あ、みかんさんでわかります。石井さんはちょっと硬いから。あ、わかりました。みかんでお願いしますか。じゃあかぼちゃさんは。いやかぼちゃじゃねえんだよ。皮硬くないのよ。いやこれしかないの突っ込みがまだ。今日こうなっちゃうんです多分。これで三十分はきついよ。あ本当ですか。きついのが楽しいのがわかりますよ。わかりましたわかりました。みかんさん。はい。もともとお笑いコンビで。そうです漫才コンビ。あのうどんとみかんさん。そうです香川県と和歌山県でうどんとみかんでコラボやられてたということで。

まあ野球も好きだったりこうボーイスパーカッションとかヒップ、ね、ホップダンスとかダンスもやってましたはいでトラ,イアスロントライアスロンもあの安田靖彩さん団長さんとともにですよね、はい、でサイクリングまあロードバイクか<う>これもちょっと後で説明しますけどはい、はい で水泳とか。水泳もやってましたすごいだし。はい、そうなんですよ。なんかありすぎて、どこからつまんでいこうって、そのね、パーソナリティさんを困らすし。いや、本当かもしれないですけど。いや、で、僕が本当最近このラジオで言わしてもらって、僕趣味なかったんですよ。はいはい、あ、そうなで。三十五にして、やっと見つけたのがゴルフだったんですよ <laughs>。そうだったんですね。今なんで年齢言って笑ったんですか。の、なんか三十、30結構いけてんなと思って <laughs> いやいやいや。ほら、ほら、一番わかってる。自分で一番わかってる。<laughs> いや、いや、いや、若いですよ。三十五歳、<い>パーカーで金髪す。 若づくり若づくりってそんな変わんないですからねいや本当にでモノマネもそうですねそれでまあねご飯も食べられてると思うんですけどもそれも特技っていうか仕事ですよねそうですね仕事趣味なのかモノマネなのか分かんないですけどまあ確かに趣味かもしれないですねスポーツサイクリングブランドネストさんのアンバサダー そうです、あの、もともと団長さんがアンバサダーをやってたんですけど。はい、はい。あの、<し>安田大サッカー。そうです、団長さん。はい、はい。それ推薦してもらって。はい。だから、アンバサダーをおごってもらったっていう感じですよね、<laughs> 一応。はい。なるほど。ご星野さんですって感じで。<laughs> <laughs> あアンバサダーって <laughs> おごりとか初めておごっていただいて <laughs>、はい、引き継ぎですね引き継ぎまあ、そす、ね、受け継いで、はあ、受け継ぎです、ねはい、今その自転車に乗って各地の全国の自転車レースとかに出させていただいてるっていうのが主戦場というかお笑い芸人というよりスポーツタレントみたいな感じですよね <laughs> 最近はロードバイク芸人ではない

一番インパクトありましたよね。イケメンで？イケメン、ええ、千人ギリって。そこあの触れないで。お母さんも聞いてる。お母さん、すみません。ごめんなさいね。すみませんいやでね。はい。そうなんです。で、ちょっとさっき楽屋で話したかった。これちょっと後で本番で言いますみたいな話してたことですってましね。はい。アさんのモノマネされてます。ロンドンブーツ一号二号のアツシさんのモノマネしまし僕先日アツシさんの。ほ。 あのファンクラブオフ会あんのわかります。かあります。あります。あの小学校ですね。のオフ会僕お手伝いさせていただいて。そうなんですか。すごいですね。はい。どんなイベントだったんですか。あのそのファンの方が集まって、あずさんと一緒にお酒を飲むみたんで。そうなんですね。はい。そこでお会いした。で最後に、まあ全部、まあじありがとうございましあなたご飯行きましょう。いう形で、一緒にご飯させていただいて。で、まあちょっと自分の通常というか。 <か>話をさせていただいてええなんて言って、えー、今後ともよろしくお願いしますみたいな話 をされもまあ数ヶ月前なんですけど、はい。からのまさか厚子さんが来ていただくとは思わない。ありがとうございます、厚子さん。どうもロンドンー不時事故にたむら厚子です。どうもこの間ありがとう。ありがとうございましす。ここまで行き出すちょっと怖い長くなっちゃうと。厚子さん、いや、ちょっと持ってるんですね。一応ね一応ね仕込んできましたよ。いや厚さんいつももうね X ツイッターがねもうすごい稼働されてますけど。それやっぱね炎上するんだよねやっぱねいろいろと言っちゃうからね僕もね。 そんな感じでやらさせてもらって、いや、ありがとうございます。だ公認です。ねそうです。ね一応一昨年ロンドンハーツで公認いただいてですね。そうはい。あの、そこから、あの、あつさんのモノマネにも力入れて、やらさせてもらってます。いや、だから、なんか、なんか、いろんな意味で緊張してます。全然ね、取ると別人なんで、大丈夫です。取るとみかん。取るとみかんです。ただのみかんです。ただのみかんなんです。他にも、なんか、と。 こうこうもこのいうものまねされてます。まあさっきちょっとおっけで本田圭佑さんとかそうですね。まあ本田圭佑さんも顔真似ですけどね。ああなじゃラジオには向いてない。まあこんな感じで。はい。ラジオでは向いてますね。ラジオでは向いて声言わなきゃいけないからね。はい。はい。まああとはなんだろう歌とかだったらミスチルとかはねたまにやったりしますね。おお。そちょっと。 せっかく音楽番組なんで。そうですね。あの。じゃ、花火の一番最初のフレーズ。はい、だけいきますね。どれくらいの値打ちがあるだろう。ありがとうございます。これぐらいなんですけどね。いまいき。ミスったチルドレン。はい、しっかりミスりました。続いていただいてありがとうございます。とんでもないです。とでもないです。あ、まあ、すごい。プロの。 <laughs> あのミシル一番似てたような気も <laughs> とんでもなく似てましたよいや。まあ練習はしております <laughs>、ねあ。あと酒やけなんでちょっとちょうどミシルっぽいかなって感じ、ね、<laughs> 謝れ桜井さん。<laughs> ごめんね。<笑><笑><笑>ごめんねが桜井さん。<laughs> <laughs> いや本当にびっくり、うん。ちなみにまあミガンさんの経歴っていうか、はい、まあ。 今までどういう感じで活動されてたのかなみたいな話もちょっとしたかったんですけど、はい、お笑い始めたきっかけってあるんですかお笑い始めたきっかけがこんなとしみだから、はい、いろんな道に多分行けたと思うんですよ正直お笑いは始めてきっかけあるんですけど、はい、なんかもともとディズニーで働こうと思っててあら。こまあ、そのエンターテイナーとして、はい、でディズニーで働くきっかけとして養成所 に通ったっっったたててことと言おうと思って入ったんですけど、はいはい、だけど実はそのまあそこでえっとお笑いにハマっちゃってお笑いに振り切った <laughs> なるほど。そうかもともとテレビに出たいってい思いもあったからやろうとは思ってたんですけどまあだからディズニーきっかけですよねお笑いになったのは。<laughs> ちなみにタマプラザ、あのバスで一本でディズニーランド行ける。あ、もうこの回り行ってきます。すぐ、すぐ行きます。はい。そんな感じがあって。で、もともと、まあ漫才とかも好きやって、テレビも出たいなって思いがあって。で、まあ、その、音楽番組なんですけど、その好きなアーティストさんの M. C. に影響されて。あ、ちょっと、こっちの世界やってみようと思って、頑張って入った感じですね。なるほど、なるほど、なるほど。そうです。そうか、言ってもテレビって、バラエティー、まあ。 音楽アーティストさんとお笑い芸人さんって結構やっぱリンクしてるじゃないですか必ず画面に映ってる確か一緒に何度もこうどっちに行くっていうよりも何かこう目指したらそういうね見てた幼少期見てた世界なんでなるほどねそれはある意味ディズニーきっかけってことなのディズニー結局はいテレビの世界に入りたいってなってテレビの中の自分を見る見るのが好きというかまあそういうので入ったみたいな感じですかねはいや。 あと趣味がこんな多い理由みたいの僕がやっと趣味多趣味じゃた、ね、あ、そうですねゴルフそうだけになっ,って、ね、言ってましたからねかはい、多趣味のなきっかけんか昔からは<ぁ>そのいろいろスポーツを英才教育でやら、はい、されててなんかまあスポーツは水泳空手とかいろいろやっててその名残というかでいろんなものを好きになってったみたいな感じですかね。 なんか好きなものが多かったんで昔からそこからなんか趣味になってったみたいな感じ習い事から<ー>っていうことだと思います。なるほど,るほどはい。多分多分ですけどね多分多分、はい、多分いやでも和歌山出身で、はい、和歌山がみかんそうですはえみかん生産えっとそうですあ特産物がみかんはい。有田みかんっていうのがあって有田みかん 和歌山だ。そうだ。そうなんですよ。一応日本で生産量が一位。が和歌山県で。愛媛が消費量ですね。よく、食ってますわ。愛媛の方は。要は和歌山のみかんを愛媛の人は食ってる。そうです。和歌山のみかんを食ってるし、愛媛のみかんを食ってるんですけど。まあ、うちの方が産んでるよっていう和歌山県民の。だから戦いになった時に、それは絶対いますね。食ってるだけやんつって。あのう、こっちの方が産んでるから。 京都の,、はい、あの水のめみたいなそ<う>あれかな琵琶湖のみたいなは、はい、まあねどんぐりのせ比べじゃないですけどなんかしょうもないことで戦いやそんな小さい頃から英才教育やっぱ実家もこうみかん 全く違うんですけど実家がそのおばあちゃんがバンドスタジオを経営してるんですよそうなんですよそ調べたらそうだったんですよ。はい、そうで和歌山でもう30年ぐらいあるスタジオアイっていう石から撮ってるんですけどねスタジオアイってところがアイテムがあってまあそのラルクの,あのハイドさんとか、はいえー、がずっと通ってたスタジオで,すごい,でいろんなね小袋さんとかも和歌山にゆかりがあるんでなるほどたまに来たりとかなんかそういう。 まあ、昔からある老舗というか。<ー> おばあちゃんもうすぐ88歳になるんですけども節子がオーナーやってますへえおやじとともにへえすごいそうです全然和歌山来た時はある意味近くに音楽っていうかエンタメはあっそうですねもうおとんがドラムやっててあそれでドラムおかんがギターボーカルやってすごいでおばあちゃんがそのスタジオのオーナーでその孫っていう感じでいや絶対 だい、ね、みかんさんには音楽の道行って欲しかったでしょうね。きっ、はい、は。なん <laughs> で芸人なんだっていうね。そうですよ、ね。そうなんですよ。なんか、お、まあ。 まあ喋り出すとですねほ、うん、とんとおかんが、まあ、あの結婚式、はい、妹の結婚式で二人でギター弾きながら、はい、藤井フミヤさんの「TRUELOVE」を歌うっていういいっ,っていうのはすごい思い出はありますけどなんかすいませんね藤井フミヤさんじゃなくて藤井たちだけでつ繋がりますね。<laughs> <laughs> ちょっとね似てるしね、フミヤと竜也もねいや。ちなみに淳さんのこ、はい、公認っていうかこう、はい、もう公式でロンドンハーツ出たときに公認もらったって感じそうですか えっと、普通にティックトックで一回バズったんですかね。で、それでロンハーの若手のオーディション受かって。で、は、八組ぐらいなんかやらしてもらった時に、有吉、はい、さんがもう公認でいいんじゃないって言ってくれて。お<ー>で、じゃあ公認だってバーンって出て、じゃあ淳さんが俺のサングラスあげるよっつって。が、それがそのサングラス。ええ、はい、あ <laughs>、<laughs> ほんま、ほん,なんでするさ、はい、ほんまに。 あの後日家に送っていただいて、めちゃくちゃもうカホというか、いやそうですよね。そんなカホパーカーのポケットに見ないで、見ないで、あさ見ないで、見てないか。見てた怖い。見てた見てた怖い。いやそうなんです。いびっくり、本物だったんですね。そうです。ちなみにこれ TikTok も今結構稼働されてるじゃないですか。そうですね。TikTok はまだ全く別の

すっごいあるあるあるじゃないですかあるあるありますそんな砂場であるあるあるのっていう、うんはい、も,もうそうです。すんかもう,もうほんま細分化して細分化して脳の奥まで語りかけて書いたりはしてますけどなるほどいや、うんうん、ある意味いろんなお客さんが来るからってことそとかまあ風景が違うというか、はい、そうですね、まあ、お客さん側のあるあるもあるし自分の側のあるあるもあって、うん、最近ねようやく全国のスターバックスでお声がけさせてもらえるなってああなるほど。 どこ行ってもなんかスタバあるあるのお兄さんですか。<laughs> 何その言い方。はいそうですって。今多分肩書きはスターバックスあるあるのお兄さんかもしれないいやでも今っぽいですよね。はい、その、はい、そういうきっかけでってことだから、うんうん、全くミカン関係ない。関係ないっすよ。全くだからまあ <laughs> ゆっくりゆっくりはみかんフラペチーノとか開発できたらが <laughs> <あ>一番いい、ね、確かに確かに。はいそんな気はします。そういうの狙ってるんですね。<laughs> 狙ってまあ狙ってるって言ったらあれですけどまあ狙ってますね。はい。 いやそうなんだよ、うん、石井みかんさん最初ねこうどあの共通の方に「どうですか?」みたいに言っていただいていろいろ調べさせて、はい、いや多趣味ですごいなと思って、はいはい、ありがとうございますであの過去芸人であのうちの MC っていうかイベントで MC の平井真弘るさんはい、はい、知ってますまあ

歌も上手い上手らしいんでまあちょっと今後ね遊ばせてだいても歌も聴かせてだいてんかコラボとかできたら TikTok とかも呼んでください僕自分じゃ指導できないってのも分かったんで人の出るっていうそれも確かにねってですよあもちろんスターバックスのパーカーのお兄さんみたいな感じかお客さんで。 スターバックスのパーカーのおじいさんおじいさんおじいさんなんかねちっちゃい感じできてもらって全然全然ぜひぜひぜひできるかもしれないですねその時別にバーチャルレーテでもいいです使ってもらっていいです全然なんか言ってくれればちょっと考えておきますはい。お願いしますはい。もうねもうあっという間に時間ですえもう嘘やん もう言ったでしょ本当に言いましたよ、皆さん。何も喋れてない。今日は。トーク番組。何も喋れてないわ。<ー>大丈夫でした?い。いや、もう、本当にすごい、その、なんか、ちなみに、はい、まあ。 石井見カさんとしての今後の活動みたいな、まあ、t ィ k クトックでもなんか今後の活動みたいのある。あ、そうですね。今ユーチューブチャンネルで勝ちどきズっていうユーチューブチャンネルをやってて、僕がドッキリにかけられるっていうユーチューブチャンネルなんですけど、読んでください。あ、全員ともかけられるとか。全部しのに。それが一番ね、あの力入れたいというか、あの頑張っていきたいので、それはちょっと皆さんチャンネル登録お願いします。あ、勝ちどきズね。勝ちどきズです。いつか出れるかもしれない。はい。カタカナ勝ちどきズ俺が勝ちどきに。 引っ越すかもしれない絶対もう漏れなく勝ちどきです僕もんじゃ好きなんで行きましょう行きましょういやということでねいやもうあっという間なんです早かったありがとうございました小島ちゃんありがとうございますわざわざ遠いところまでいやいやいや楽しかったですめっちゃ楽しかったですあの石井美香さんあの SNS 各 SNS やられてますのでぜひとも皆さんフォローしていただけるばなとぜひお願いしますというふうに思います本日もね記憶ジャパンの提供でお送りしましたちなみに11月12日あゲスト 来られるんですけども、はい、ええー、二周年でございます。お、おめでとうございます。すごい。はい、なので、皆さんね。ゲストいらっしゃるんですけど、二周年でございます。楽しみにしてください。うん、本日のゲストは石井美香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。